上がビーバープロジェクト中止によって出たグループ全体の損失ですか。社運をかけた一大プロジェクト、その損失も甚大か。だから私は言ったのだ。あんな年のもいかない若造にプロジェクトを任せるなどと。まあまあ、今はそんなことを言っても仕方がないでしょう。それに紫電君の手腕は見事だったじゃないですか。恨むならあのテロリスト。ガンボルト、フェザーか。くそ、あの忌々しいハブシどもめ。紫電君はスメラギに所属するセブンス能力者たちの奥から慕われていました。今回の損失と彼の逝去でグループ全体が混乱している今、海外に攻め込まれでもしたら。最終国防結界加味しろ、あれがあるだろう。ハムシどもの時は向かったが、今の加味しろは以前よりも何倍も強化されている。あのバリアがある限り、海の向こうからの攻撃など。うわぁ、なんだこのアラートンは。まさか。最終国防結界の解除、試練なき今、実にたやすかったよ。ディーバプロジェクトはまだ終わっちゃいない。さあ、我らエデンの大いなる愛、この国あまねく広めようじゃないか。追い詰めた。取り囲んだぞ、小ネズミめ。我らスメラギの大型ドローン、飛天。そのコントロールを奪い去り、飛天を暴走させているのは貴様だな。違う。と言っても、信じてもらえないんだろうね。当然だ。その服、知っているぞ。我らスメラギの恩敵、あのテロ組織、フェザーのメンバーだろ。フェザーか。とっくにやめたんだけどな。これはこれ以上に便利な服がないから着ているだけなんだけど。もう、だからその服変えた方がいいって言ったのに。それでどうするの？力貸そっか。しよう。いや、必要ない。このくらいなら。なんだ貴様、誰と話している。気の悪いガキめ。えい、撃ち抜け。残像、攻撃が通り抜けた。電磁結界かげろう、どんな攻撃も僕には通用しない。かげろう、まさか。天使を操る最強のセブンス、アームドブルーの能力。まさかお前は。この人は GV、 アームドブルーガンボルト。ま、どうせあなたたちには私の声は聞こえていないんでしょうけど。ああ、
ああ、問題ないよ。ああ、よかった。いくら無敵のアームドブルーでも万が一ってことはあるからね。あの、ジブイ。その声は王か。なぜそこに。ごめんなさい、ジブイ。あなたのこと心配で。オーカがどうしても君の無事を確認したいって言うからさ。確かに久しぶりのミッションだけど、僕は平気だよ。だから心配しないで、オーカ。ジブイ、帰ってきたらお夜食作っておきますから。何がいいですか？今は作戦行動中なんだけど。ごめんなさい。それじゃあジブイ、だから無事に戻ってきてください。オーカ。もうジブイ、オークにデレデレしちゃって。そんなつもりは。なんだジブイ、知らない。心配性だね。 EP はいつでもすぐにチャージできるって言わなかった？それは知ってるけど、 EP を使い切った状態、オーバーヒートだっけ？オーバーヒート中はしばらくチャージができなくなるんでしょ。今はシアンもカゴもないみたいだし、十分気をつけてね。それはそうだけど。前書ってまったく君と来たら。ジブイ、またシャッターか。同じ仕掛けで。けどよくこんな巨大なドローンが浮かんでいられるね。大陸どころか世界のどこにだってない技術だよ。スメラギは独自の秘匿技術を持ってる。眉唾な話だけど、重力制御だってできるなんて噂も聞いたよ。さすがにそれはないと思うけど、スメラギはセブンスの分野では世界の独走状態。オーバーテクノロジーを持っていて不思議じゃないかも。これはリトライマーか。けど連中はその手厚い警備をかいくぐって起点をジャックしたことで、多分何らかのセブンスを使って。スメラギでもフェザーでもないセブンス能力者。もちろんただの愉快犯の仕業とかもあるだろう。それにしてはスケールの大きすぎる
その下を進むとハンガーだ。スメラギはドローンの必殺兵器の運用実験をしている。こいつは頑張るぞ。本当に突ってくるとか言わずに押す。電気マン負けに、これが本当の電突押すって。うわぁ、まあ、テテオさん、気が寒す。さて、あれは…さっきの、スメラギの飛行兵器。兵器を後回しにして、今はこのドローンを止めるしかないようだね。あ、GV、その先に緊急時用のコントロールルームがあるみたい。電子を操る君のセブンス、アームドブルーならきっとコントロールを奪えるはずだ。衝突まで時間は少ない。急いで向かって。了解。しょうがないな、GV は。シオン、私の力を貸してあげる。他の人のことはどうだって構わないけど、他でもない、あなたのためなら。なんとか人的なオーラ出してんですけど。水前三尺、あれこそが僕らが狙う妖精の力だ。ジブ、ちょうどその先がコントロールルームみたいだよ。了解、突入する。あれがコントロール装置か。アームドブルーの力でコントロールさえ掌握してしまえば。あ、いけない、とても純粋なセブンスだわ。気をつけて、GV。 何？おとなしい、アームドブルーアストラスビア、アズマベギー、まさか知っているの、シャオ。試作第10世代の無線車、ブラズ。スメラギの開発中、新型自立戦車だよ。だけど、まだ完成には程遠かった。関係ないよ、GV。私の歌。おとなしい、アームドブルー、アストラスビア。あなたに来る。したけど、一体何だったんだ。 GV、 気になるのも分かるけど、今は一刻も早くその否定を止めなきゃ。ああ、そうだったね。奥へ向かおう。これはプロテクトがかかっていて、データを書き換えられない。電子を操るアームドブルー以上、ハッキングに特化したセブンス。そんな、このままじゃたくさん
んの人の命が。そのままビルの上を渡っていきましょう。今、そちらにルートデータを転送します。受信完了、行動再開だ。なんだ、このメカニクス。スモラギの流れ一体何だ。汎用戦闘シフトモード了解。バトルポッドフォロー展開。よーし、オートソラ、アキラくん、ブリッツの残量には気をつけてるかい。ブリッツダッシュやカゲロウを使うと消費されるブリッツ、地上にいれば自動で回復するけど、下を2回素早く押せば自力でリロードできるぜ。リロードは空中でもできるけど、すごい勢いで着地しちゃうから。炎爆熱シュレッドストーム。足元には注意することだね。イラン中毒だ。この姿、スメラギの能力者か。答えろ。答えはイエス。そしてお久しぶりね、少年。俺に能力者の知り合いはいない。おとなしくミチルを返せ。そうすれば比較的安らかに神の身元へと送ってやろう。あら、この姿では初めてだったかしら。ならば見なさい、我が愛よ。私の愛は変幻自在。ジェンダーの壁をも乗り越え、全てを包み込む究極の愛体現者。アンテーラ、貴様はかつて俺が倒したはずだ。君が倒したのは我が愛の弾。ちっぽけな鏡のかけらに過ぎ、これがミラー、我が愛のセブンス。儚き夢は見られたか、少年。くだらん。貴様が鏡だというのなら、この俺が全てを再破し骨身ごと砕くまでだ実にエキセントリックな返答はありがとう。このまま君と心ゆくまで語り合いたいところだが、あいにく今より私はあまねく世界に我が愛を。また会おう。
アデュー。待て、以前倒した敵だ。倒した敵だ。お前を戦闘仕様に回収した際に奴のデータもインプットしたはずだが、はっ言う方は気に食わないか。言っていることは正しいな。あの敵ブリッツラッシュならロックオンしやすそうだよ。ご無事ですか、アキラ様。無傷だ。フラッシュフィールド、化け物由来の力にしてはなかなかの使い勝手だな。おい、本当にあのフェイザーを起動したとか。未知の相手です。しばらくはその建物を盾にして進むのがよろしいか。ああ、そうさせてもらう。外に出られそうですか。だが無駄だ。フラッシュフィールドがある限りは。スタートしてのサブメタルを使っちゃうと、ウォーターゲージが入ってキャリアも張れなくなっちゃうんだから気をつけてよ。いいだろう、ここで決着をつける。炎は滅、シュレッドストーン。フェイザー、反逆者の兵器を出し、下半身に強力な武器を搭載している。安全の考えに先に下半身を狙って撃ち。逆に急ごしらえも。凍滅完了。つまらんガンブだ。アキラ様、大変です。飛天が落下を始めています。このまま落下したら超高層ビルに衝突、中にミチル様も。
れは女の子。ちょっと待って、ジブイ、これ何かおかしい。シア、そんな私とジブイのつながりが弱っ。やらせるか。おとなしアームドブルーアストラスクビア。いつも可愛い子ばっかり助けるんだから。そうかな。そうだよ、オーカとかシャオの時だって。それにその子なんだかざわざわする。シアン、そういえばさっきも調子が悪かったみたいだけど。 GV、 その子のことも気になるけど今は視点を止めなきゃ。そうだね。シア、調子は大丈夫？もう一度頼みたいんだ。ええ、正直まだ良くはないけど、やるしかないんでしょ。ちょっとジブ、一体どうするつもりさ。ビルに直撃しないよう、外から持ち上げる。そんな、むちゃくちゃだよ。無茶でもやるしかない。行こう、シア。え、アキラ君、どうするの？このままだとミチルちゃんが。アキラ様、センサーに強力なセブンス反応です。アキラ君、あれを見て。ほとばしアームドブルー、地に落つ要塞、その雷撃で包み込め。飛天の落下速度大幅減衰。これは強力な電磁波による超伝導地球封じ。カンボルト、おぞましい化け物め。ドロン、頼んだ。了解。触れてやる。ハートブレイザー。どい。ダメ。力が安定しない。なんで？お願いだ。持ちこたえてくれ。ジブリ、何か来る。何？ビーム、一体誰が？ビーム、お前だったのか、アキラ。ガンボルト、その少女、ミチルを渡せ。ミチル、この子は一体。一挙両得、凍てつけ、オールフリーズ。何？これは。良妻六葉、その子を連れ出した甲斐があったな。そ
その姿、スメラギの能力者か。軽量戦闘、違うね。僕はスメラギの人間なんかじゃない。彼の名は天智。私を守る愛すべき7人の戦士、グリモワルドセブンのリーダーさん。その声は探偵だ。なぜお前が生きている？おや、私の美声覚えていてくれたのかい？愛を感じるよ。やめて！ GV は私が守る！これだ！妖精との結びつきが弱まるこの時を待っていた。電子の妖精よ、我が愛の檻に囚われたまえ。それは我がセブンスが生み出した鏡。出して、ここから出して。ああ、彼女には少し黙っといてもらおう。天智や、頼むよ。一切承知。はな、サイバーディーバ、その力を宿したミラーピース。ところでパンテーラ、その悪ふざけいつまで続けるつもりなんだ？ここまで来ればもはやスメラギに潜入するためのこの姿でいる必要はないか。分かったよ。この美しき姿に別れを告げて、今見せよう真実の愛を。これが私の偽りなき姿。私はパンテーラ、エデンの巫女にして象徴。エデン、遥かに優れた力を持ちながら、この瞬間にも無能力者たちに迫害を受け続ける同胞たち。能力者が安心して暮らせる世界を作ろうってのが僕たちエデンだ。何かと思えばフェザーと似たような連中か。能力者の保護、彼らの志には共感しますが、それで救えるものはごくわずか。私たちが目指すのは古き人たちを排除した能力者だけの理想郷です。過激派か、おぞけが立つ。用心剣豪、もういいだろう。パンテラ、あまり君を危険にさらしたくはない。ミラーピースは回収できた。ここは僕に任せて下がってくれないか。天智よ、わかりました。この場はあなたにします。けれどあなたにも役目があることを忘れないでください。紳士継承。何、君が手塚らスパイまでして持ち帰ったスメラギの技術、冒険の力、もうちょっと確かめてみようと思ってね。また会いましょう。すべては愛に満ちた世界のため。さてガンボルト、一応聞いておくけど、同福一心、僕たちの同志となるなら満足できる地位を用意するけど、どうする？ふざけるな！シアを元に戻せ！同弱強端、そんな力が残っていたとは。さすがはアームドブルー様だ。冒険の力、試させてもらおう。思考合一、この冒険と呼ばれる力、思ってほとばし、アームドブルー
身体以上模造品とはいえ、このセブンスの仲間に、これは攻め上げ技術か。そして飛行士僕らの模造刀じゃまだスメラギのように完全な封建とはいかないか。いかん千万けど仕方ない。ここは引いてさせはせん。ノロ、チャージは済んでいるな。オーケー、アキラ君、僕に任せなさい。このかけらもらった。何？これは1枚だけか。もう無茶言うなよ。僕のまん丸ボディは物を取るのには向かないの。いや、上々だ。よくやった、アキラ。それをシアンをどうするつもりだ。エデンとかいう連中が何を企んでいるかは知らんが、化け物どもの企てならば俺が阻め。どうやら連中はこいつを必要としているようだからな。いただいていくぞ。してやられたよ。残り8枚。こちらも一旦引くしかないか。演奏公費。待て！GV。 その声、シアン、無事なのか？うん、力のほとんどを持っていかれたけど、私の意識はなんとか GV の中に残れたようね。その姿、今の私じゃこの姿が限界みたい。でも、こういう姿も悪くないでしょ？